ブルービジネスの朝日です。本日もウェブサイトに掲載する商品をご紹介いたします。ただいまから紹介する商品が9月の1日夜9時にアップされる商品になります。詳しいことは概要欄に記載がありますので、そちらをご参照ください。問い合わせに関しましては、掲載後、ウェブサイトの方までお願いいたします。それでは1点目からご紹介いたします。Tシャツからになります。今回、クレイジーシャツからですね。XL サイズになりまして、はい。しっかり USA 製ですね、はい。ちょっときなりっぽい、クリームっぽいボディですかね。で、フロントにプリントが入ってまして、袖シングルスとダブル。で、クレジシャスのピスもつきまして、バックに同様のプリントですね。で、袖にもプリントが入るんですね。はい。サイズ感も大きくて着やすいんじゃないでしょうか。ガバッと着れて、今とショーツ合わせだと、すごいハマりそうですね。夏っぽい一着です。こちらでお値段が6800円と消費税です。続きましてこちらですね、タグがこちらチャンピオンティーになりますね。青タグ90年代 L サイズ表記の USA 製ですね。ネイビーボディにバインダーネックの作りになっていまして、フロントにこちら筆記体って言ったらいいんですかね、ちょっと変わったプリントが入ってますね、バイシクル&フィットネスセンターと入ってます。袖シングル、裾ダブルの縫製ですね。毛羽立ちとかはありますが特にダメージないですね。 L サイズ表記、綿100ボディちょっと縮んでるのかなと思いますが、僕でジャストぐらいだと思います。こちらでお値段の方がですね、6800円と消費税です。続きまして、めちゃくちゃインパクトありますね。タグがこちらのタグですね。USA 製の XL サイズ表記になります。綿100ボディ。黒ボディにかなり大判のプリントですね。袖まで入ってるライオンのプリントですかね。すごく雰囲気ありますね。で、こちら一応コピーライちょっと読めなくなっちゃってますけれども、入っています。ドレスはシングルの縫製。ちょっとこう白っぽくフェードしてる感じのいい 黒フェードですね。ちょっとリキッドブルー感溢れてるかなと思います。で、僕がこう合わせると、すごい見幅があって、ストンとしたシルエットですね。こちらのお値段の方がですね、6800円と消費税です。続きましてこちらですね、ブルースフェスティバルと入ってますね。こちらフルーツオブザルームツルタグ XL サイズ表記 USA 製。もうここまでプリント入っちゃってますね。かなりオールオーバーのプリントになってます。はい。まあ、ちょっとまあこうサックスだったりとかジャズっぽいようなプリントになってるかなと思います。でバックはこんな感じ、すごいですね。アメリカとかだと人気かなりありそうなプリント。それ裾はしっかりシングルステッチですね。 XL サイズ表記なので僕が押してガバッと着れる感じのサイズになります。こちらでお値段の方が6800円と消費税です。続きましてこちらですね、はい、タグがアンビリのこちら黒のタグですね。L サイズ表記 USA 製になりまして、90s ボディですね。こちら、星条旗、アメリカの星条旗で、州の数が星になってるはずなんですけれども、牛。ちょっと面白いですね。で、こちら、86年のコピーライト入っていますね。80年代ですね。ギリギリ80年代。それストシングル。特にダメージだったり汚れはないかと思います。L サイズ表記。ちょっとこういうユニークなプリント、いいと思います。僕でゆとり持ってきれる着丈もそんななくないいいサイズ感だと思います。こちらでお値段の方が6800円と消費税です。続きましてこちらですね、タグがこちらベルバシーンですね。80年代頃とかですかね。 M サイズ表記になります。白ボディでポケティのパターンで、こちらですね JMU プリントが入りまして、こちらバッグですね、ジェームズ・マリソンのプリントが入っています。大きいプリントです。はい。プリントパターンもいいと思います。若干それのところとか汚れうっすらありますけれども、まあ、多分これ洗ってないんだと思いますね。まあ、普通にこのまま1オッシュ目でですねブリーチとかすれば落ちる程度だとは思います。まあ、ということで縮みも全然入ってないですね。 M サイズ表記、僕でビタッとするサイズ感です。こちらのお値段の方がですね、5800円と消費税です。まあ、こちらしっかりとこちらこれです、ね、タグもついてデッドソックですね。はい。続きましてこちらですね、タグがこちら青タグです。80年代頃からのタグ、ワンサイズフィットオール USA 製のタグついてまして、こちらのオールオーバーパターンですね。このちょっと横乗りを感じるようなミッキーのパターン、これ黒白のパターン、黒グレーとかもありますけれども、ちょっとまあカラフルなパターンですね。はい。特にダメージ汚れないですね。それとシングルステッチ。はい。やっぱこのプリント量すごいですよね。ワンサイズフィットオールでだいたい XL 線ぐらいだと思います。そんなバカでかくはないので、はい、こちらおすすめです。こちらでお値段の方が5800円と消費税です。続きましてチャンピオンティーですね。こちら L サイズ表記の88ボディ。こちら霜降りのグレーボディで、こちらバインダーネックにロサンゼルスレイダースの黒の染み込みのプリントありますね。中の白はラバーで入っている感じですね。ちょっとかすれてる感じもいいと思います。はい。まあ、L サイズ表記ですけど WXL と入ってますね。はい。袖裾はシングルですかね。めちゃめちゃいいと思います。はい。特にダメージ汚れも見受けられません。L サイズ表記なので、80s の L 僕が合わせてみても全然ゆとり持って着れそうです。はい。
こちらでお値段の方がですね、9800円と消費税です。続きましてこちらですね。こちらも、アンビルのこちら黒のパターン 100% コットン USA 製の XL サイズ表記白ボディにですね、フロントこちらのプリントが入ります。90年のコピーライトが入ってますね、はい、こちらもユニークなデザインですね。でバッグも入りますね。若干こう使用感はありますけれども、ダメージ感はないかなと思います。このデザインを好きな方おすすめです。こちらも XL サイズなので結構いろんな人大きめに着れると思います。こちらでお値段6800円と消費税です。続きましてこちらですね。タグがこちらスクリーンスターの黒タグ、まあ、黒タグベストとかいうやつですね。55字のボディで USA 製の L サイズ表記です。黒ボディにですね、こちらちょっとまあドルっぽいカラフルなプリントになっていますね。ホットスプリングス入っています、はい、コピーライトこちら90年で入ってますね。で特にダメージ汚れこちらも見受けられないかなと思いますね。L サイズ表記ですね。55字のボディ、角に死んだりとかはしてなさそうですね。僕でもゆとり持ってきれそうです。こちらでお値段の方が6800円と消費税です。続きましてこちらですね。結構レギュラーティーが今回はあります。タグがこちら L サイズ表記 100% コットン USA 製ですね。白ボディにですね、こちらのプリントですね、はい、まあこちらも面白いプリントかなと思います。カラフルですね、はい、でこちらロンティータイプになりますね。袖リブがついています、はい、でバッグこちらですね。多分なんか商品系のプリントなのかなと思います。90年代ですね、はい、まあ、企業系って言ったりですかね、はい、でこちらロングスリーブタイプの L サイズ表記ですね。僕が合わせてみて、はい、結構大きめに着れそうな感じですね。袖とかもいい長さだと思います。こちらでお値段の方が7800円と消費税です。続きましてハーレーティーですかね、はい、黒タグのハーレーティー、ハーレーのタグがつきまして、はい、メイドイン USA と入ってますね。 XL サイズ表記、はい、オレンジボディのポケティタイプ、胸にですねこちらオハイオ入ってますね、はい、バッグにこちら、まあ20周年と入っています。それスはダブルの縫製、ところどころ汚れありますけれども大きなダメージはなくないです。 XL サイズ表記、僕が合わせてみて、はい、こちらもサイズバランス悪くなさそうです。はい、こちらでお値段の方が7800円と消費税です。続きましてこちらですね。タグこちらも同様に黒のタグですね。 2X と入っています。はい、メイドイン USA、はい、OEM のタグですかね。黒ボディですね、ハーレのローコプリントになっていますね。デカデカと入っていまして、はい、バックにこちら、はい、カリフォルニア入ってます。肩若干焼けてます、はい、そんなに目立たないかなとは思いますし、どんどんフェードさせていってこう 自分なりの一着に育て上げていったらむしろいい味出てくるんじゃないかと思います。 2X めっちゃ大きいです。僕でもこのサイズ感です。こちらでお値段の方がですね9800円と消費税です。続きまして、エヴァンゲリオンになりますね。アニメティーです、はい、こちらがさっきジャージギズのタグつきました。 L サイズ表記 USA 製ですね。 100% コットンで黒ボディですね。こちら、はい、新劇場版使徒新生ですね、はい、総集編の映画だったと思いますね。97年の映画の3号機がこちら乗っ取られたところですね。使徒に乗っ取られたところのグラフィック、かっこいいですね。めちゃくちゃ雰囲気あると思います。それスはダブルの縫製ですね。ちょっと白っぽく、フェードしてきた感じでしょうか。雰囲気もいいと思いますし、ダメージないですね。L サイズ表記、僕が合わせてみてですね、結構ガバッと大きめに着れるサイズ感かなと思います、はい、こちらのお値段の方が5万9800円と消費税です。まして、こちらですね。タグ欠損になりますけれども、おそらくフルーツのタグなんじゃないかなと思います。黒ボディにアキラになりますね。まあ、公式リプリもあった、本当に代名詞というようなプリントだと思いますね。コピーライトも88年こちら控えてまして、ファッションビクティム、はい、のものになりますね。はい、袖はダブル、いい感じの黒フェードですね。特にダメージ感がないのもいいです、はい。すごいボロボロなボディとかもよく見ますけれども、このフェード感でこのノーダメージでバッグアキラ入ります。はい、でこちらサイズで言ったら、まあ、XL ぐらいだと思います。僕でガバッと着れるようなサイズ感ですね。はい、この辺もお探しあった方は、まあ、1点だけこうピンホールあるくらいの感じなんで、はい、まあ、このぐらいだったら全然気にならないと思います。15万8000円と消費税です。続きましてこちらですね。ラルフローレンのタグつきまして、このタグ M サイズ表記 100% コットンですね、はい、まあ、いわゆるいつも見るカノコのパターンではなくてですね、起毛してるような
パターンになっていますね。ちょっと変わってる一着になります。はい。で、黒ベースにこちら、白のポニーが入っていますね。はい。ちょっとこのリブがなんか色浮いてる感じなので、しゃれてるかなと思いますね。いいですね、これ。で、サイズ表記も M なんですね。やっぱりラルフローレン M サイズなかなか出ないと思います。小さいサイズ。これめっちゃいいと思います。はい。こちらのお値段の方がですね、5800円と消費税です。続きまして、こちらですね。タグがこちら、ビブリーのタグついてます。L サイズ表記ですね。はい。で、解禁の作りになっています。はい。ちょっと、胸元刺繍が入っていまして、下面にこちら、ポケットが付けられています。ボタンの欠品とかもないですね。状態はめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。はい。特にダメージだったりっていうのもなさそうですね。60年代頃とかになるんですかね。L 芯入ってた際って、サイズなんですけれども、L 表記、僕が合わせてみて、ゆとり持って着れる身幅あると思います。はい。こちらのお値段の方がですね、39,800 円と消費税です。続きまして、こちらですね。ちょっとタグが取れかかっちゃってる感じですかね。こちらのタグになっていまして、サイズ、ちょっと読めないですかね。1とかって書いてあるんですかね。ちょっとまあ一応タグは残っています。で、解禁になっていまして、まあ04ですね。はい。で、ボタンもですね、こちら、木のボタンに採用されています。総柄のパターン、胸ポケですね。特にこちらもダメージ汚れっていうものは大きいものが見受けられないかなと思います。はい、で、僕が合わせてみてですね、はい。全然大きめに着れそうなサイズ感ですね。状態いいと思います。はい。あ、そうですね。状態いいって言っちゃったんですけども、ちょっとこのステッチの部分ですかね。はい。ここが切れてるのか、まあ、入れられてるのか、ちょっとこういう風な、感じになっています。が、まあ、全然切れるとは思います。こちらが7800円と消費税です。続きまして、こちらですね。シアーズ、パジャマシャツですかね。B。ですね、サイズ表記 B100% ごと USA 製になりますね。はい。で、パジャマシャツなんですけど、半袖のパターンになりますね。はい、白、青のチェック柄になっていまして、特にこちらもダメージないですね。解禁の作りになっています。はい、で僕がこう合わせてみてですね、これも B 表記ですけど、パジャマシャツかなりでかい表記、でかくサイズ作られていますので、B ぐらいで僕もちょうどいいと思います。こちらのお値段の方がですね、9800円と消費税です。続きまして、こちらですね、はい、ロングスリーブのシャツになりますね。はい、LL ビーンですね、USA 製の表記ありまして、90年代頃とかですかね、100% コットンの XL トール丈になっています。ボタンダウンでチェック柄になっていますね。はい、特に使用感とかはありつつもダメージはないって感じですかね。ボタンの欠品かけもないです。はい、まあシンプルに人気のやつですかね。XL サイズ表記のトールマンなので、トールマン、トールだけなので、僕が合わせてみてガバッと着れるようなサイズ感ですね。こちらのお値段の方がですね、6800円と消費税です。続きまして、こちらはラルフローレンのボタンダウンになりますね。タグがこちらのコンタグになりまして、はい、XL サイズ表記 100% コットンです、はい、でボタンダウンの仕様になっていまして細かいチェックですね。紫、バートマスグリーンって言ったんですけどモスグリーン白で ポニーはパープル同系色で入っています。こちらも特にダメージ汚れっていうのはないかもなって感じですね。で XL サイズ表記なので結構大きめに切れます。今で言うとショーツ合わせとかしてシティっぽく着てもかっこいいと思います。こちらのお値段の方がですね、5800円と消費税です。続きまして、こちらが、ネルですね。はい。ヘビネルになります。タグがこちらのタグつきまして、はい。100% コットンの、こちら L サイズ表記、USSA になっているかなと思います。はい、で、青ベースって言ったらですかね、白黒青の色味になっていて、まとまったいい色味だと思いますね。ポケットは2つつきまして、フラットもついています。フロントにですね、若干こういう風な穴だったり、スレだったりとかいうあるコンディションにはなるんですけれども、はい、まあ、ちょっとこうやれた雰囲気のネルっていうのも若干ロック感がかっこいいんじゃないでしょうか。僕が合わせてみてですね、はい、僕でジャストぐらいだと思います。こちらのお値段の方がですね、5800円と消費税です。いきましてですね、ラルフローレンになります、こちらコンタグで15ハーフと入っています。 100% コットンで襟元はまだユラーカラーって言ったらいいですかね。これよく見せます。はい、になるんですけれども、白のコットンシャツになります。で、ポニーがつかないんですね。胸元にもないですし、裾元にもない、もちろん袖にも入らなかったです。はい、完全無地の白の、
ラルフローレン、珍しいと思います。はい、まあ、全然レギュラーにはなりますけれども、はい、この辺はビジネスライクにも着れるのかなと思いますし、まあ、フォーマルな感じ、まあ、大人っぽくも着れるので、使い勝手めっちゃいいと思います。15ハーフのところもサイズめっちゃいいですね。はい、まあ、探してもなかなかないところですね。こちらでお値段の方が5800円と消費税です。続きまして、こちら、まあ、スウェットというですね、スウェットプレーの紹介になりますね。タグ、こちら、ラルフローレンの WXL 商品になりまして、香港製の 100% コットンですね。こう、ポロシャツのディテールになるんですけれども、まあ、胸元ワンポイント。ネイビーですかね、で、ポニーが入りまして、裾リブがついてロングスリーブ、こちらのパターンになっていますね。はい、形としてはスウェットに近いような形になります。はい、WXL ですね。僕が合わせてみて結構大きめにガバッと着れるサイズ感かなと思います。こちらのお値段の方がですね6800円と消費税です。続きまして、スウェットでラッセルのムージです。90年代ですね、 USA 製の XL サイズ表記シューター、霜降りグレー前部位の仕様でしっかりと下のピースもついていますね。はい、で特にこちらダメージだったり汚れって見受けられないかなと思います。はい、なんかラッセルもいろんなグレーありますけれども、しっかり霜降りって感じのグレーですね。こちら XL サイズ表記、僕がゆとり持ってきれるサイズ感です。こちらのお値段の方が6800円と消費税です。続きましてこちらはチャンピオンですね。リバースではなくこちらレギュラーのパターンの方ですね。青タグ90年代 L サイズ表記の USA 製95% コットンのパターンになります。はい、で前部位で、ちょっと赤っぽい紫ですかね、赤紫の色味、前部位仕様、はい、で刺繍のスクリプトロゴが胸ワンポイント入ります。仕様感ありますけどダメージ感は特にないです。 L サイズ表記ですね。はい、しっかりと身幅着丈肩幅に取られているのでいいサイズ感かなと思います。こちらでお値段の方がですね7800円と消費税です。続きましてこちらですね、ラッセル、こちらプリントのタグですね。80年代頃からのタグになります。 USS の L サイズ表記、はい、ネイボディの前部仕様になっていまして、オレンジのラバープリント2段で入っていますね。こちらピストもこちら、はい、色はこちら R じゃないパターンですね。はい、やっぱ強めの方かなと思います。はい、で、シェイシマエ、ちょっと、毛羽立ちがあるんですけれども、こちらもダメージはないかなと思います。L サイズ表記、ラッセル着るときは僕は L を着ています。まあ、若干に取り持てるぐらいのジャストめのサイズ感、はい、になりますね。こちらでお値段の方がですね、7800円と消費税です。続きましてこちらですね、刺繍タグ、こちらは、リバースイーブになります。 XL サイズ表記 USA 製になっていまして、こちら霜降りグレーにですね一段ラバープリント、ラバーがまだパキパキとした雰囲気ですね。で特にダメージ汚れこちらもない状態かなと思います。はい、比較的優秀なコンディションですけれども、悪くないと思います。 XL サイズ表記、僕が合わせてみて取り持って着れます。はい、こちらでお値段の方がですね15800円と消費税です。続きましてこちらですね、はい、刺繍タグです。こっちも USA 製ラージサイズ表記、はい、でこちらは、おなじみのパターンですかね、ネイビーボディにミチガンですね。横にこう割れてる感じすごいいいと思います。ネイビーボディも若干こう白っぽくなってきてますね、雰囲気いいと思います。ダメージないですね。はい、特にリブとかもダメージ良さそうです。 L サイズ表記、こちらは僕が着るときは L ですね、いつも。はい、少しゆとりもテーブル、こちらでお値段の方が17,800円と消費税です。続きましてこちらもリバースイーブです。はい、刺繍タグの XL サイズ表記 USA 製90年代。霜降りグレーにですね、青のラバープリントですね。なんかチームですかね。はい、コピーライトが94年で入っています。はい、状態ですね。こちらまだまだ裏着も着てます。ふかふかとした生地感です。着やすいと思いますね。はい、このリバース特有のガシッとした感じじゃなくて、この柔らかいテロッとした生地感です。XL サイズ表記、僕が合わせてみてですね、大きめに切れます。こちらのお値段の方がですね15,800円と消費税です。続きましてパーカーです。これはリバースウィーブではないんですけれども、タグがこちらリーのクロスグレインですね。いわゆるリバースウィーブタイプのものになりますね。チャンピオンじゃないですけど、リーのリバースウィーブタイプですね。ちょっと印字読めなくなっちゃってるんでサイズ表記とか見えないですけれども、はい、まあ、紐もついていて、はい、
特にダメージというものもないかなと思います。黒の3段プリントフットボールで鍵がついてリバースウィーブタイプになりますね。お好きな方、お好きな方も多いボディかなと思います。特にダメージだったりはないですね。首元が若干こう黄ばんできているような感じなだけかなと思います。サイズで言うと僕が合わせてみて、まあ、ジャストぐらいだと思います。本当 L 縮みぐらいの感じだと思います。こちらのお値段のが6800円と消費税です。続きまして、もう、秋になるということでですね、冬物が結構出ます。はい、パタゴニアフリース系入りますね。タグがこちら、パタゴニアのタグがつきまして、 XL サイズ表記のしっかり USA 製で、こちらレギュレーターシリーズ R4 ベストになりますね。裾にですね、ちょっとレギュレーターのマーク入りまして、はい、胸元は刺繍でパタゴニアのマーク入っています。はい、でこちらが、こちらですね、2002年ですかねのものになりますね。チェーポーラティックのタグついています。で黒になりますね。おすすめ方多いところだと思います。はい、若干こう使用感はありますけれども、この辺もしっかりアメリカで厳選してます。そんなにフリースが硬くなってるっていう箇所は見受けられないですね。でこちらが、XL サイズ表記でした。僕が合わせてみて大きめに着れますね。ゼネシャツとかちょっと薄手のジャケットの上からとかでも着れそうなぐらいの大きさです。こちらの値段12,300円と消費税です。続きまして、パタゴニアじゃなくなっちゃうんですけど、急にまた、はい、すみません、LLB ですねの、フリースタイプになりますね。ハーフジップのパターンになっていまして、はい、その元にはこう LLB のピスが入りまして、肩のところが切り返しになっていますね。はい、まあ、いいディテールというか可愛らしい一着かなと思います。はい、裏地はこうナイロン張りになっていて、こちらも着やすいディテールになっているのかなと思います。で僕がこう合わせてみまして、はい、全然ゆとり持って着れそう XL ぐらいですね。スラッシュポケットもあって、はい、いいディテールかなと思います。7800円と消費税です。続きまして、こちらも、まあ、ランズエンドですね。タグランズエンドのものになりまして、こちら、はい、で、全然読めないですね。サイズ表記とか読めません。はい、が、まあ、いわゆるシェルドシンチラ、パタゴニアでいうところのシェルドシンチラのパターンかなと思います。ナイロンのシェルがついていまして、シップのポケットがつきまして、まあ、リブ付きで、裏地がフリースなんですけれども、こちらはですね柄になってますね。はい、こういったところランズエンドらしくていい一着かなと思います。特にダメージオーレっていうのは見受けられないかなと思いますね。サイズ感で言ったらこちらも大きいです。 XL アップは絶対ありそうですね。こちらでお値段の方が7800円と消費税です。続きましてパタゴニア、はい、タグがこちらのタグつきまして、 XL サイズ表記、こちらも黒になりまして、こちらもすいません、こっちですね。袖に入りました。レギュレーターのマーク入ります。レギュレーターシリーズの、シリーズになりますね。ハーフジップのパターンになっています。はい、特にダメージ汚れこちらもないですね。こちらも黒ってところでお勧めできると思います。しかも XL サイズ表記なので、こちらも大きめですね。この辺もやっぱ大きいところから抜けていくイメージです。こちらのお値段が7800円と消費税です。続きましてパタゴニアスナップティーですね。こちらも近年すっごい人気です。パタゴニアタグつきまして、 M サイズ表記で USSE ですね。 USSE の表記あります。はい、はい、でポケットにここですね、ポケットがついていまして、ピスがつきます。はい、しっかりとレジスターマークを読めますね。ちょっと一発古めのパターンの方です。はい、色味としてはちょっとサーモンピンクって言ったらいいですか、淡めの色味になってます。でこちらも状態は比較的UEB もの厳選させていただいております。 M サイズ表記ですね。僕が合わせてみて、僕で本当ビタって感じだと思います。こちらのお値段の方がですね9800円と消費税です。続きましてこちらですね、タグがこちらパタゴニアシンチラのタグがつきまして、サイズ表記とかは切られちゃってる感じですかね。はい、で紫のボディになっています。先ほどのものよりも一発新しめのタグがついていますね。ピスついてまして、ポケットこちらもついてます。はい、で特にこちらも、まあ、ダメージ汚れないです。肘裏とかもですね、若干擦れてますけれども、全然まだ硬くないです。全然、はい、でサイズで言うと結構大きいですね。こちらは XL ぐらいは絶対理想、僕でもゆとり持ってきれます。こちらのお値段の方がですね9800円と消費税です。
続きましてこちら、はい、もう一発新しくなりますね。タグがこちら、はい、パタゴニアシンチラタグつきました L サイズ表記で、こちらがですねちょっとフードのパターンになっているやつですね。はい、でポケットがこちらつきましてピースもついて、で、まあ、このぐらいの年代になってくるとこちら、はい、このポケットがサイドポケットつけるのもいいディテールかなと思います。はい、でネイビーボディに、結構アスファルトグレーというか、まあ、結構チャコルグレーですねの色味の切り返しになっています。でメンズの L サイズ表記ですね。はい、僕が合わせてみてガバッとするようなサイズ感です。しかも古いのだとキッズ系じゃないとスラッシュポケットつかなかったと思うんですけれども、結構機能的ですよね。9800円と消費税です。続きましてこちらですね、ラルフローレンのこちら、コンタグですね。はい、で M サイズ表記、いいサイズ表記ですね。はい、でこちらが、シェルがコットンですかねになっていて、裏地がですねフリースのパターンになっています。ヒヨクの作りになっていまして、ジッパーが YKK ジップ採用されていまして、はい、胸元は赤のポニー、はい、スラッシュポケットもついています。でリブ付きのジャケットタイプですね。特にダメージ汚れないですね。これも立ち襟な感じですごい好き、今っぽいような一着だと思います。M サイズ表記、僕が合わせてみて、はい、僕で T シャツの上からジャストぐらいな気がします。はい、こちらのお値段の方がですね12,800円と消費税です。続きましてこちらですね、はい、ミニタリーのフリースになりますね。タグがこちら、ラージロングですかねの表記になっています。で黒のフリースタイプですね。はい、こちらナイロンとフリースの切り返しになっている感じですね。ジッパーも全然稼働します。で状態は全然悪くないと思いますね。フリースもまだ全然生きてますね。ラージロングってとこだったので僕が合わせてみてかなり大きいです。はい、このサイズがお好きな方、サイズハマる方ぜひおすすめです。6800円と消費税です。続きまして、はい、おなじみですね、もう冬になるとおなじみかと思いますけれども、マイクアックスのジェネレーション3のフリースタイプですね。はい、タグはすみません、ないです。タグがないということでちょっとお休みにもなっています。タグないんですけれどもかなり状態ですね、もうバッキバキです。はい、特にほとんど洗ったりとかもしてなさそうな感じです。はい、まだまだピンピンの状態。はい、でまあサイズでいうと僕がこう合わせてみました。大きめには切れかばっと僕でも切れそうですね。ラージくらいですかね。着丈は短めだと思います、ね。こちらでお値段の方がですね、6800円と消費税です。続きまして、ジャケット類ですかね。1着目はプローバーのパターンになるんですけども、はい、アルフローレンですね。ポロゴルフになります。XL サイズ表記、綿100のボディになっていまして、裏地はこういうメッシュのパターンになっていますね。はい、で、千鳥格子と、ネイビーの切り返しになっていますね。胸元ポニー白で入っています。でこの感じでしっかりとスラッシュポケットがこちらベルクロ付きでついていますね。はい、両方ついてます。はい、特にダメージ汚れっていうものは見受けられないですね。はい、まあ、ナイロンじゃないのでこうなんていうんですか、コットン素材なのでこうカシッとした感じも雰囲気いいと思います。はい、こちら XL サイズ表記ですね。サイズ申し分ないと思います。ガバッと切れますね。はい、こちらの値段の方がですね6800円と消費税です。続きましてジャケット類ですね。最近にこちらマイティマックですね。70年代の USA 製ですね。サイズ表記とかは特に見受けられないんでしょうか。はい、まあこのジャケットタイプになりますね。でボタン、スナップボタンのパターンになっています。はい、イエローボディでこちらリブラインが入りまして、完全無地ですかね。はい、の仕様になっていますね。はい、いいですね。マイティマックでこの感じが面白いと思います。僕が合わせてみてですね、僕でジャストぐらいですかね、まあ、本当 L サイズぐらいな感じだと思います。はい、こちらのお値段の方が12,800円と消費税です。続きましてこちらですね、こちらがチャンピオンの青タグになっています。90年代 L サイズ表記の USA 製ですね。中はシャモアのシャモア張り、表シェルはナイロンの素材ですね。ジッパーがこちらロケットタロン採用ですね。はい、そして、こちらポケットがつきまして大きいCマークがつきます。はい、でリブと肩のところがですね、このリブの切り返しになっています。特にプリント入らないで完全無地です。完全無地、まあちょっとリブラインも入りますけど無地のパターンですね。はい、意外と絶対プリント入っちゃってる気がするのであんまり見ないんじゃないでしょうか。僕が合わせてみてジャストぐらい。こちらでお値段の方がですね、はい、お値段は9800円と消費税です。
で続きましてパタゴニアになりますね。タグがこちらパタゴニアタグ、続きまして XL サイズ表記になりますね。ライトダウンになっていますね。はい、でピスこちらついていまして、はい、ジッパー薄足ポケットも ついています。色味でいうとチャコールグレーって感じですかね、はい、いわゆるヘザーグレーよりも濃いグレーになっています、はい、でこちら XL サイズ表記になりまして、僕がこう合わせまして、はい、大きめに着れるサイズ感ですね。こちらでお値段の方が 12,800 円と消費税です。続きまして、ミリタリー US ネイビーアルミドジャケットになります。タグこちらになりまして、96年の会計になっていますね。はい。まあ、裏地はこういったボーアの感じになっていまして、表地は、アルミドのジャケットになりますね。はい。でジッパーも可動しっかりしますし、状態悪くなさそうですね。しっかりとまあアジャスターサイドついていまして、三つポケの作りですね。はい。バックにですね、薄くステンシルギリギリ読めるぐらいで白のやつが入っていますね。リブも仕様変わりますけれども、ダメージは来てないかなと思います。サイズ、僕が合わせてみても結構大きめ切れそうですね。ガバッと切れるサイズ感だと思います。こちらでお値段の方がですね、19,800 円と消費税です。続きまして、デニムジャケットになりますね。こちらタグ70505になりますね。はい。サイズ表記は30。普通ですかね、ちょっと読めない34かなと思うんですけれども、はい、でしっかりと赤タブはビッグイですね。缶抜きは黒です。はい、で色味まだまだ濃い感じじゃないですかね。7割ぐらいとかですか。ちょっと黒っぽいような青み、インディゴの色味だと思うんで、雰囲気すごくいいですね。ダメージ汚れないですし、首元もですね全然色抜けしてないです。はい、胴体めちゃくちゃいいと思いますね。サイズ、まあ、3、4くらいとか、3、4くらいだと思いますね。女性向けですね、これは。はい、この辺の色味濃い個体、おすすめです。お茶丼ランのが 59,800 円と消費税です。続きまして、こちらですね。こちらも70505ですかね。はい。こちらも印字全然読めなくなっちゃっていますけれども、こちらもしっかりとビッグイです。はい。でこちらも黒缶。こちらも比較的まだ濃い個体かなとは思いますね。はい。こう、まあ、ちょっと擦れてる箇所だったりですとか、ちょっとまあ、黄ばんできてる箇所はありますけれども、まだ濃淡がはっきりしてる、まあ、いわゆるビッグイらしさのある一着ですかね。まあ、袖元とかも、はい。ちょっと擦れてますけれども、破れたりはしてないですね。首元がですね、ちょっとだけこう擦れたり、リペアが入ってたりはしますけれども、まだまだパックリいってるわけではなさそうな一着ですかね。はい。雰囲気悪くないと思います。サイズで言うとどうですかね。僕だとちょっと切れなそうな気がしてます。まあ、3、6とかなのかなって感じですかね。はい、こちらのお値段の方が 59,800 円と消費税です。続きまして、こちらが CPO ジャケットになります、はい、タグがこちら、ちょっともう下のタグ読めないんですけど USA 製ですね。はい、マグル素材になっていまして、はい、アンカーボタンが採用全部されていまして、2ポケ、こちら2ポケでしっかりと厳選して買ってきてます。はい、特に縮み過度なものないかなと、使用感はありますけれども、はい、はい、ボタン、はい、ストームカフスみたいな感じになってますね。はい、で、こちらめっちゃ大きいです。幅すごい広いです。僕ですっごいこんな感じになるんで、結構幅広い方、着れる方多いんじゃないでしょうか。はい、こちらのお値段の方がですね、はい、12,800 円と消費税です。若干伸びてるかもしれません、ね。はい、続きまして、こちらですね。ウールリッチ、古いタグつきますね。こちらの黒タグになっていますね。5、60年代頃とかですかね。ウールのボディのシャツになりますね。チェックのパターン、こちらも2ポケになっていまして、グレー、黒、黄色とモスグリーンですかね。配色パターンもすごい着やすいんじゃないかなと思います。はい、シルエットがボックスのシルエットになっていますね。はい、でサイズ合わせてみたところ、まあ、ウールの素材ですけれども、大きな縮みっていうのはなってないと思います。はい、僕でビタッとするようなサイズ感ですかね。まあ、ML くらいだと思います。こちらで6800円と消費税ですね。CPO パターンです。続きまして、パンツ類ですね。ショーツカラーになります。はい、ラルフローレンです。ラルフローレンのショーツ。はい、コンタグになっていまして 100% コットンです。はい、でこちらサイズ表記がウエスト38です。大きいですね。はい、まあ、ヒッコリスタイプの感じでポニーの刺繍が、
ダーと全体的になっているパターン。ジッパーは YKK ジップ採用ですね。で、バックはこんな感じです。はい。ほんと全体的にユニークに入ってますね。結構大人っぽくも履けるんじゃないかなと思ってます。で、ウエスト実寸が39になってますね。39です。はい。こちらもめっちゃ大きいんで、ギュッと絞って履くのもいいと思います。こちら6800円と消費税です。続きまして、こちらですね。ワークパンツになります。はい。こちらが、LLB、こちら USA 製の表記を読みまして、34の表記ですね。読み取れるかなと思います。もうこちらのタグもしっかり読めるぐらい、状態いいです。サイズ34ですね。はい、で、こちらは、まあ、ヘザーグレーって言っちゃうぐらい、まあ、ちょっと淡いグレー色になっていまして、はい、YKK ジップ採用されています。特にこちら、ダメージだったり、ないかなと思います。はい。でこちら実寸なんですけれども3431いい感じにレングスがまとまってますね。はい、ゴールデンサイズかなと思います。はい、こちらのお値段の方がですね、6800円と消費税です。続きましてこちらラルクのコーデュロイです。はい、タグがこちらおなじみコンタグです。 100% コットンのコーデュロイスパンツ。はい、サイズ表記が3630ですね。しっかりとレングスは日本人サイズ、こちらも厳選しています。ネイビーですね。ちょっとまあ濃いめのネイビーって感じですか。ジッパー YKK で、2タック入っていますね。はい、こちらもこだわって探している方多いんじゃないでしょうか。ポケットもスラッシュポケットつきまして、バッグこんな感じ、両玉虫のポケットです。状態、まあユーズドなコンディションですけれどまだまだ悪くないですね。実寸3729です。3729ウエストキュッと絞って、はい、履いていただきたいかなと思います。7800円と消費税です。いきまして、リーバイスのトリパーになりますね。下ぐるちが入ってまして、こちらですね、サイズ表記がでかいですね。4032 USA 製の表記になっていますね。はい、でポリエステル 100% のパンツになりまして、バッグがですねこちら黒タブでスモール E 入っていまして、ジッパーこちらスコビルのジップが採用されていますね。で、こちら形としては、まあ、ストレートのシルエットですね。はい、かなりでかいです。はい、で黒、はい、お探しだった方はおすすめかなと思います。こちらでお値段の方がですね、はい、こちらで7800円と消費税になります。はい、使い勝手かなり良いです。続きまして、こちらもポリエステルですね。はい、タグがこちらも1と1ですね。はい、こっちのタグ3131タイトですかね。はい、表記になっています。はい、でこちらがスモール E ですかね。はい、スモール E の白タグで付けられていまして、ジッパーはこちら42タロンジップですね。はい、セブンティーズ。はい、でこちらも特にダメージ汚れないかなといった感じですね。実寸が3131、こちらもハマる方は多いんじゃないでしょうか。先ほどものよりもやっぱスリムというか、ウエストもギュッと絞られている着になりますね。はい、こちらでお値段の方がですね7800円と消費税です。続きましてブルーデニム系に入りますね。501です。はい、501。はい、パッチ残っています。3430 USA 製のパッチ残っていまして、実質めっちゃ表記めっちゃいいですね。赤タブスモールですね。はい、でボタンフラインで、若干この辺が色抜けてたりはしますけれども、面白い雰囲気だと思いますね。裾若干擦れている、若干雰囲気の感じですね。で実寸なんですけれども3431になっています。レングスが1日伸びています。こちらもいいサイズ、こちらで15800円と消費税です。続きまして、こちらですね、こちらが517、はい、3632オレンジタブはスモールイですね。はい、でこちら、しっかりと USA 製ですね。印字読めるかなと思います、ギリギリ。はい、でこちらジッパーはリーバイジップの配慮です。はい、全体的に薄くはなっているような面白なかった答えではあります。はい、雰囲気ですね。はい、517ブルーツカット、表記実寸がですね、実寸が1インチだけウエストチンで3532ですね。はい、3532、まあ、少しする感じで履いてもかっこいいと思います。12800円と消費税です。
続きまして、こちらですね。はい。こちらは501です。はい、501、ボタンフライで、はい。こちら、紙パッチ USA 製で、こちらのパンジの印字ですね。3132。やり方はスモーリーになっています。まあ、USA 製の501になりますね。今回の中だったら、比較的一番濃いめの USA 製かなとは思いますね。はい。まあ、雰囲気悪くないんじゃないでしょうか。若干汚れ飛んでますけれど、はい、いいと思います。でこちら実線の方がですね、3131になっていますね。はい、はい、この辺僕もいいサイズ開けると思います。こちらで15,800円と消費税です。続きまして、ヴィンテージ入らせていただきますね。はい。濃いですね。こちらめちゃくちゃ濃いです。はい、こちらが、501なんですけれども、はい、まずフロント501になっていまして、はい、まあ、隠しリベットとかは入りません、はい。でフロントはですね、こちら K ボタンの V ステッチ入っていますね。はい、でこれパッチが残ってるんです。はい、WX の隠しリベットはないんですけれども、501で上に 501WX と入ってますね。ダブルネームですね。501WX で501。珍しいですね。501のダブルネームはめっちゃ珍しいと思います。はい、ウエストがニック31になっていますね。で、赤タブはビッグイーでしっかりと入っていますね。そして、この濃さになります。濃い濃いですね。色残りで言ったらもう 8.5 割とか。言いたくなるような感じだと思います。若干こう擦れてる箇所はあるんですけれども、そこまで気にならない。また下もめちゃくちゃ綺麗ですね。はい、でバックになりますけれども、はい、バックも全然綺麗ですね。当たりもほとんど出てない。これから自分自身で育てていただけるようなものですね。本当に、まあ、ダブルネームってところなんで、本当過渡期のモデルになりますね。60年代過渡期モデル。はい、でこちら実寸なんですけれども、2727になっています。2727なので、こちらも結構女性向けのサイズになるかなと思うんですけれども、ヴィンテージお好きな方、はい、女性の方なかなか出ないところなので、かなりおすすめです。はい、こちらでお値段の方が298,000円と消費税です。まあ、サイズ分のお値段になっています。続きまして、かなりヴィンテージの、デッドストックになりますね。はい、一応こちらの紙の額がですね残っているんですけれども、もう1920年代、今から100年ほど前ですかね、もうほとんどアンティークに近いような一本になるんですけれども、まあ、こうベルトループがつきまして、ドーナツボタンのこちら、はい、サスペンダーボタンが付けられている、混在しているモデルになります。で、フロントがですね、こちらも、まあ、ちょっとまあやっぱこの年代になってくるとちょっと錆びちゃってはいるんですけれども、ドーナツボタンがしっかりと残っていて、コットン素材グリーンですね。はい。色味すごい面白いと思います。いい色味ですね。今、逆に岩っぽいような色味かなと思います。はい。コインポケットもしっかりついていて、5ポケットの仕様になっています。ワークパンツですね。若干やっぱりこうなんていうかね、錆汚れが映ってしまっている箇所であったりですとか、はい、こういう風にちょっと焼けている箇所は見受けられるんですけれども、特に生地が死んでるってことはないかなと。全然着れると思いますね。はい、ここまでヴィンテージの個体もなかなかないと思います。実寸がですね、3632ですね。こちらもめっちゃゴールデンサイズなので、開ける方多いんじゃないでしょうか。はい、まあ、コレクションでももちろんいいですし、まあ、今っぽいこういう色味なんで、全然履いててもかっこいいと思いますね。はい、こちらでお値段の方がですね、158,000円と消費税です。本日も最後までご視聴ありがとうございます。ちょっと全く仕事にはなってしまうんですけれども、動画撮影時8月31日、本日をもちまして、私が、ベルベル人を退社することとなりました。ちょっといきなりの、ご連絡になってしまっている方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、今まで3年間非常にお世話になりました。本当に古着も知らないところから入ってきて、かなりお客様の方から知識を教えていただいたこともありまして、本当にお世話になったりですとか、まあ、いろんな経験をさせていただきまして、アメリカの方も行かせていただいたりとか、かなり本当自分の人生の中でもいい経験ができたと感じております。まあ、次のところに行ってもこういった経験を生かして頑張っていきたいと思っております。まあ、今後はですね、まだベルベルジョンの方にはお客さんとして来ようかなと思っているので、もし見かけた際にはお声掛けしていただけたらと思います。3年間ありがとうございました。Trust!